ワイドレシーバーのポジションレイパスをキャッチする WR カルビン・ジョンソンパスを取った後に走るマイク・エバンスワイドレシーバーはアメリカンフットボール、カナディアンフットボールの攻撃のポジションである。プレイ開始時、通常はチームの中心から離れたサイドライン際に位置する。フィールド上ではコーナーバックやランニングバックと並んで最も足の速さが求められる。 ポジションの一つであり、主にパスプレイにおけるパスキャッチのスペシャリストとしての役割を追う。フィールドの両端に位置し、プレイによって人数は増減する。レシーバーの主な役割はコーナーバック等の守備のマークの隙をついてクォーターバックからのパスをキャッチすることである。プレイによっては一つのキャッチで何十ヤードという距離を前進でき、 さらにキャッチしてから走ることで一気にタッチダウンを狙うこともできる。レシーバーが走るパスルートは事前に決められており、正確なルート取りと俊敏性が求められる。キャッチの際、落球したり地面にボールが触れていたりすると、キャッチ不成功となり、プレイは失敗となる。また、ランプレイでは、レシーバーは味方の走路を開けるために、ディフェンスラーをブロックする。 大抵の場合、ブロックする相手は事前に決められていることが多い。相手のマークによっては、ランプレーからディフェンダーを引き離す目的で、パスルートを走ることもある。ワイドレシーバーは、エンドと呼ばれるポジションから発展したものである。もともと、エンドは、オフェンスラインのオフェンシブタックルのすぐ横でプレーしており、現在では、タイトエンドと呼ばれるポジションである。 フォワードパスに関するルールでは、エンドとバックスは、レシーバーの資格がある。初期のアメリカンフットボールでは、ほとんどのチームがエンドをレシーバーとして使用し、積極的には使われていなかった。攻撃陣形の両端であり、オフェンスラインの隣に位置するエンドは、多くのディフェンスダーがいる中で、激しいヒットに巻き込まれることが多かったからである。1930年代になると、 一部のチームは一方のエンドをサイドライン近くに大きく移動させディフェンダーをフィールドの中心から遠ざけることでランプレーへ絡みにくくしパスプレーでレシーバーをよりフリーにさせることでフィールドを広げることを試みていた当時スプリットエンドと呼ばれたこのポジションが今日のワイドレシーバーの原型となったレシーバーは単にレシーバーと呼ばれることが多いが 作戦上レシーバーには特定の名称が付けられているのがほとんどである。ワイドレシーバーの番号は1973年に80から89と規定されたが、1996年80番台に秋が亡くなったニューヨークジェッツに入団したキー・ショーン・ジョンソンは19番の使用を求め彼の主張は認められた。その後、2004年、 秋があってもワイドレシーバーが10から19番を使用することが正式に認められた。2021年にルール変更によって使用できる番号が多くなり、ワイドレシーバーは1から49と80から89番を使用できるようになった。ありがとうございます。